よ、皆さんおはよう、お花もニコニコ笑っています、おはよう、おはよう。はい、二教派のみんな、台湾までシャパンよ、おはようございます。おはようございます。はい、今日も一緒に楽しく日本語勉強しましょう。好，今天也和美穂先生一起用日文玩一玩，一起唱歌吧。哦。那现在今日は日本語で色を言ってみましょう。好，大家还记得各种颜色日文怎么说吗？好，我们一起复习吧。噔。さあ、このクレヨンは何色ですか？这个蜡笔是什么颜色呢？日文咯。啊啊，そう。赤ですね。赤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 。そうです。とってもいいですよ。では、赤はどんなものがありますか？好、有什么东西是红色的呢？ジャジャーン。はい。いちごですね。いちごです。いちごは赤ですね。とってもいいですよ。さあ、次の色は何色かな？でーん、これ何色ですか？这个蜡笔是什么颜色呢？あ、青ですね。そうです。青。はい、とっても上手ですよ。さあ、次はどんな色かな？でーん、ちょっと似てますね。水色です。はい、水色。水色。はい、とっても上手です。では、青と水色はどんなものがありますか？さあ、はい、空と海は水色と青ですね。はい。さあ次は何色かな？じゃーん。緑。はい、緑ですね。緑。はい、とってもいいですよ。さあ、緑はどんなものがあるかな？よせまどんしす、ゆすだな。じゃーん。はい、みんなが大好きなスイカです。スイカです。とってもいいですよ。さあ次の色、何色かな？そのやつな。はい、オレンジ、だいだい色ですね。はい、だいだい色。はい、とっても上手ですよ。オレンジ。はい、やがとくいよ。はい、ではオレンジはどんなものがあるかな？人参ですね。人参もオレンジですね。だいだい色です。さあ次の色は何色かな？はい、これね、覚えてるかな？はい、じいだな。黄色。はい、とっても上手です。さあ黄色はどんなものがあるかな？黄色のバナナ。そう、バナナは黄色ですね。さあ次は、じゃん、このクレヨン何色ですか？这个蜡笔是什么颜色呢？白ですね。そう、白。はい、とっても上手です。さあ白はどんなものがあるかな？はい、これなんだ？イカです。イカ。さあ、これイカですよ。みんな知ってるかな？はい。下一个颜色是什么颜色呢？はい、次の色は黄緑です。黄緑。はい、とっても上手です。さあ、黄緑、どんなものがあるかな？よせまどんしす、侵入すな。じゃ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 ん。はい、これ覚
えてるかな、はい、ちーたまー、キャベツです。キャベツ、キャベツ、はい、とってもいいですよ。さあ次、下一个元素是什么元素呢？はい、はい、ちーたまー、覚えてますか？む、そう、紫です。紫、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 はい、とっても上手。さあ、紫はどんなものがあるかな？はい、これなんだ？はい、ちだま、覚えてますか？ぶどうです。ぶどうですよ、ぶどうは紫ですね。はい、最後の色、最後一個元素是什么元素呢？トゥ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 、そう、く、黒ですね。黒、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 はい、とっても上手。さあ、黒はどんなものがあるかな？さあ、様子はどうしよう、レイスナー、みんなの体の中にあります。そう、髪の毛です。ソファー、髪の毛は黒ですね。はい、さあ、みんな思い出したかな？大家想起来了吗？好、接下来我们一起唱歌玩一玩咯。はい、じゃあ今度はみんなで歌を歌ってみましょう。好、大家一起唱歌吧。今日はイカとスイカの歌を歌います。はい、まずは練習してみましょう。イカ、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 はい、とってもいいですよ。次はスイカ、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 はい、じゃあ一緒に歌ってみましょう。はい、じゃあみんな歌ってみましょう。好、接下来我们唱歌吧。1,2,3、はい。イカがスイスイ泳いだら、頭がスイカになっちゃった。イカ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 スイカ、イカ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 スイカ、イカ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 スイカ、イカイカスイカ。ほい。はい、よくできました。はい、じゃあ練習してみましょう。好、我们一起练习吧。イカがスイスイ泳いだら、頭、頭がスイカになっちゃった。イカ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 スイカ、イカ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 スイカ、イカ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 スイカ、イカイカスイカ。ほい、最後は元気よく、ほい。はい、じゃあ今度はいろんな速さで歌ってみましょう。まずはゆっくりですよ。好、我们慢慢的来一次吧。もっと速くなりますよ。更快一点喽。
皆さん、この果物なんていうか覚えていますか？好，大家还记得这个水果用日文怎么说吗？はい、言ってみましょう。スイカ、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 スイカ。はい、とっても上手です。では今日はみんなと一緒にスイカを作りたいと思います。はい。では材料を紹介します。需要的材料是有折り紙、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 ハサミ、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 テープ、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 のり、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 両面テープ、両面テープ、両面テープ、両面テープ。这是双面胶咯，どれを使ってもいいですよ。何一种都可以哦。はい、次はクレヨン。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 ペン。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 これもどれを使ってもいいですよ。也是哪一种都可以哦。はい、ではみんな一緒にスイカ作りましょう。さあ、スイカを作ってみましょう。はい、折り紙を2枚用意してください。はい、裏にして1,2,3,4 4箇所のりをつけてください。そしてもう1枚を重ねてくっつけます。みんなできるかな。はい、1枚になりました。さあ、次はこのように半分に折って三角を作ります。さあ、そしたら開きましょう。真ん中に線があります。この線に沿ってハサミで切っていきましょう。2つ三角ができました。はい、1つ取って、まずは半分に折ります。皮の部分を作ります。三角の下の部分をこのように折っていきましょう。はい、そしたら裏返しにして、さっき折った線に合わせて半分に折ります。もう一度開きます。この線に合わせて、このように折っていきましょう。だんだん
スイカになってきましたね。で、裏返しにしたらこの線に合わせてこのように折ってください。もう一度裏にして今度は開いてこの部分に糊をつけます。折ってあったところを戻してくっつけます。はい、これでスイカの出来上がりです。最後にで羽を描きましょう。さあ、みんなできたかな。作ってみよう。はい、みんなたくさんスイカ作ったかな。みお先生はいろんな色で作ってみました。黄色やオレンジ、だいだい色、紫や皮が黄緑、いろんなスイカを作りましたよ。これは種が星です。ハートも作りました。後ろをテープやのりで留めなければ立たせることもできますよ。5本目は5年次第のファークイリッチだよ。あとはみんなの顔を描いて大きな口の中にスイカを入れて、あーん、美味しいですね。お皿や飲み物を入れてみんなのおやつを作ってもいいですよ。いろんな色でいろんなスイカを作ってくださいね。好，大家用不同的颜色做做看吧。じゃあ最後は歌を歌って終わりにしましょう。みんな、さよなら。